江川卓の高され。今回はメジャーの話題について。メジャー、はい、DeNA の今永選手がシカゴカブスと契約したというところで、はい、カブスには鈴木誠也選手がいるので、同じくナ・リーグで大谷選手、山本由伸選手のドジャース、ダルビッシュ選手、松井裕樹選手がいるパドレス、同じように日本人コンビのチームがナ・リーグでまた誕生したというところで、はい、嬉しいですか、野球ファンとしては。面白いなとは思います。マネージャーにより注目が集まる。そしたら質問がありますけど、そういうやっぱり日本人選手がこう2人ずつぐらい入った球団ができるとメジャーの試合っていっぱい見ようと思います？これ参考にしたいんですけど、はい、なんかこっち聞かれることばっかりだからたまに聞いてみようと思ったんですけど、はい、そうすると向こうのメジャーの試合を見ようと思います。やっぱり今までよりも日本人選手対決はでも見たいですよね。そういうものか。日本人対決見たいんだ、メジャーの中で、はい、日本のいるときは見たいと思わなかったのにメジャーに行ったら、ね、見たいと思うんですね。いや別に責めてるわけじゃないです。それ意見として聞こうと思ってるんですよ。なん、はい、でかって僕は日本のプロ野球の仕事をしているので、みんなにいろんな意見を聞いてるんですよ。どうなるだろうかっていうことを聞いて参考にしようと思ってるんですよ。日本のプロ野球はもちろんそれはそれで見るんですけど。日本のプロ野球はね。はい、だから面白いのは日本のプロ野球の時、今永対鈴木誠也を面白いと思ってあんまりなかったじゃないですか。同じ球団に入るわけですけど、それがメジャーに行くと対決が面白いっていうふうにみんな報道してるから、こう面白いなと思ってるわけ。日本でやってる時に面白いと思わないのに、メジャーで対決するとなんで面白いと思うんだろうなっていう。場所が変わってるだけですよ。それで鈴木選手と今永選手は同じチームなので、まあ、今永選手対バッター、うん、大谷選手とか、はいはい、山本由伸投手対鈴木誠也選手とか、うん、まあ、日本ではそこの対決はなかなか、まあ、交流戦ぐらいですもんね、はいはい、でその時は面白いと思ったことないですね。まあ、そこが大事なんですよ。まあ、そうですね、確かに。あんまりないでしょ。そこまでは、はい、でも、メジャーにその成績をみんな上げて、メジャーの舞台に上がると見てみたいと思うじゃないですか。そこの感覚を今研究してるんですよ。なんでなんだろうって研究を今してるわけ。なんで日本の時には見たいなと思わなかったのに、メジャーでそうやって対決するとみんな見たいってみんな言うんですよ。なぜって質問すると、あ、なんでなんだろうってみんなわからないんです。答え出てこないんですけど。メジャーだからっていうだけなんですよ。でもそういうことになりますね。多分舞台が違うからっていう。うん。だからなんだろうね。日本の中で居酒屋さんで和食を食べてるときはあんまり感動はなくて、美味しいけど、まあ美味しいよね、当たり前だねっていうけど、なんかロサンゼルスに行って和食食べるとすごく美味しい感じがするやつでしょ。外国に来て和食食べてるみたいなのあるでしょ。その感じじゃないんですか。これ今研究材料なんです。僕すごく年明けからみんなそういう意見が多いので、わあワクワクするとか見てみたいって言って新聞とかテレビもそういう報道をするので、対大谷さんがホームランを取ったから大谷さん対ピッチャーってのは分かるんですよ。それはみんな面白いと思うだろうなと思うけど、日本人対決って言うけどそれ日本でやってたんですけどって、なんでメジャー行くとそれ面白いという表現をするんですかっていう研究課題の人なんですよね。なぜなんだろうと。多分江川さんのおっしゃるように舞台が違うからっていうだけだと思います。格闘技とかでもなんかよくあると言いますか、他の団体では戦ったことあるんだけど、うん、また別のステージで戦うことになったら注目されると。でもやってる人一緒ですよ。そうですね、一緒ですよね、はい、うん、その対決を違うステージで見てみたい、見るんだ、はい、ああそうかそうか、そう場所が違って、ああ、なるほどね。そうすると日本の野球も、日本の球場でやらないで、台湾とか中国とか、今の、まあ、アフリカとかでやったらみんな興味示すってことになりますね。まあ、すいません。場所というよりも、その団体の違いといいますか。団体。あ、守ってる人が外国人の選手だったりとか、景色が変わるっていうことですか。景色とか。ああ、なるほど、なるほど。今それ研究課題なんで、攻めてるわけでも何でもないんですけど、すごい、意見を見ながら聞いてるんですよ。どうしてなんと思うんだろうなって思うのが僕の研究なので。それをちょっと視聴者に一回意見を求めてみましょう。ねえ、みんな多分そうだと思うんですよ。それで、僕の意見ね。この意見でいいんでしょ、今。はい。どうでしょうっていうことですよね。はい。どう思うかでしょう。で、僕メジャーの試合、そういう、僕の友達のメジャーの試合が面白いって方がいるんで、メジャーの試合ずっとこう見てるんですけど、
こう見てて配球がないんですよね、ピッチャーって配球がないんですよ。得意なボールを連発するんですよ。配球ってないんです。ここに何かあそこに何かこの人がこうだってないんですよ。多分チーム数も多いからのそこまでやりきれないのかもしれないけど、データはいっぱい取ってますよね。見てますよね、大谷さんもこうやってベンチの中でね、こういうボール投げる、何球目これ投げるって多分あるんでしょうね。だけど配球がないんですよ。コントロールって持ってる人が少ないから、見てるとずーっと見てるとね。それと同時に一個、昨日この収録があるってことがあったのでちょっと考えてみたんですけど、ものすごく盛り上がった岡田監督のあれなんですけど、メジャーでどうなんだって昨日ずっと考えてたんです。これ面白い話なんですけど、僕面白いと思ってるんだけど聞いて面白くないかもしれないですよあれっていうのは打たなくていいっていう野球ですよね。あ、そうです。まあ、だってフォアボールとヒットは同じの評価をするからって岡田さんがキャンプで言って、フルカウントから粘って粘ってフォアボールに出るのもヒットで出るのも一緒よっておっしゃって、まあ優勝日本一までになりました。でもう絶賛ですよ、みんなね。素晴らしいって日本の人は全員言いましたね。僕もそう思いました。素晴らしい、そこまで気がつかなかったと。でも考えてみたらあれって思ったわけ。おしゃれじゃなくてあれあれって思ったわけね。メジャーの選手は打つんですよ。でもバッターってもしずっと打たないでフォアボールだけだったら打率は 0-0-0 だなと思ったわけ。わかります？ホームランとか1本2本増えていく、打点も 1-2 って増えていくんだけど、打率はあれでやってて1本全部フォアボールで1本もヒットを打たないで、極論ですけどね、打席立ってからシーズン終わりまで全部フォアボールだとすると打率は 0-0-0 なの。これ年俸が上がるかってことなんですよ。これをずっと昨日考えてたの。寝れなくなったんだけど、考えた人いませんでしょ、あれっていう野球は純日本的で素晴らしいんだけど、よく考えていくとあれを究極にやると打率ゼロなのよ。それって困るでしょ。困らないですか、今年の打率って。令和レイブレリーですよ。でも例えば出塁率が5割とかって、いや出塁率10倍なの、全部ホームだから。10割の出塁率なんだけど打率はゼロなんですよ。ということを昨日夜考えたら寝れなくなったの。これどうなんだと思ったわけ。究極のあれはどうなんだろうと思ったわけ。いや、ヒット1本でもあと全部ホームだったら10割よ。2回ひ、打って1本ヒットでもいいんですよ。5割だからすごいですよ。1回でもいいですよ。3回で打って1本ヒットだったら3割3分の主題者になるかもしれないけど、全部フォアボールだった場合、を考えたんですよ。究極の研究してっから今いろいろ。昨日研究したら、寝れなくなっちゃったね。これはどうなんだろうという結論を出して、究極のあれは、いいんだろうかっていう結論を出した。いや、否定じゃないよ。岡田さんの野球すごくいいなと思ってて、素晴らしいと。現実的には素晴らしいんだけど、極論をやっていくと、そういう話になってて、面白いんですよ。宇宙を眺めてるみたいな話になって、ずっと。宇宙の鍵ってまだ分かんないじゃん。129万光年ぐらいまで行ってるけど、その先分かんないんですよ、まだ。それをこう考えていくって変でしょ？ちょっと変わってるでしょ？変わってるけど考えたことないでしょ？多分考えたの僕だけなんですよ。昨日思いついたんだから。あれ？本当に、シャレさん、あれ？と思ったわけ。本来はその査定の中ではヒットのが評価は高いんですか？高い。ヒットが10だとするとフォアボール3ぐらい。ヒット1本に対してフォアボールは3点。10点に対して3点。うん、何イメージ、うん。球団の評価はこの評価は。それ岡田さんが両方10点してくれってなったんですよ。ヒットも10点だったらフォアボールも10点にするって。だからフォアボール選んでくれと。そうすると相手のピッチャーに投げるボールがいっぱい増えるし、疲れちゃうし。選球眼もできて、塁埋まるの一緒だから。ということをキャンプ前に言ったんですね。後から分かったんだけど、そこまで考えるって僕も考えたことなかったから、素晴らしいなと思ってずっと過ごして、阪神優勝したって、いや、よかった、すごいねと思って、今年になって考えたの。今年は何ていう言葉にするって言ったら、まあ、ね、考えてた安倍さんが、OB 会で、今年はあれじゃなくて、安倍で行きますとおっしゃって、
そうかと思って。そっからずっと考えたら、あれって思ったわけよ。あれはすごいけど、究極のあれはどうなんだよって思ったわけ。あとは考えたことないでしょ、うん、今味聞いて、ああと思ったでしょ、なんてこと考えてるんだと思ったでしょ、うん、まあ、査定とは別なんですけど、うん、まあ、プロはあのファンがいるわけで、やっぱりでもフォアボール、うん、まあ、いっぱい打つ人とフォアボールいっぱい選ぶ人だったらヒット打つ人のが派手といいますか、うん、なんかフォアボールばっか選んでる人ってなんか地味に、地味ですか、はい、打つるかなっていうのももう一個ある。派手な方がいいですか、派手好き。まあなんかあの花があるっていうんですか、はいはい、はい、見てる人からすると、はいはい、これはね、これはそういう質問が出るってすごくいいと思いますけど、これはなぜかっていうと、野球の根本的な一番元が打って始まるっていうのが野球できてるので、うん、野球は打たないっていうのが始まらなかったんですよ、うん、だからいくらフォアボールというのじゃなくて、投げたボールを打って始まるっていうところから野球ができてるので、うんうん、だからそういうふうに思うのは正解なんです、うん、打って面白いじゃんって、そんなんずっと見てて面白くないじゃんっていうところが多分ずっと野球をご覧になってることがあるんですよ。だからメジャーは打っていくんですよ、うんうん、打つことの面白さ。だから今も角度まで考えて、どこまで飛んだかとか、ね、何秒間飛んでたとか、大谷が6秒飛んでたとか、一番いいわけですよ。それが一番、まあ、アメリカの楽しみは、何度で上がりましたみたいな。うん、花火みたいな話ね。で、何秒間空間にいました。坂田三吉の何役だって言ったでしょ一周するやつね。覚えてます、はい、そういうのとか、そういうのを今アメリカ楽しんでるんですよ。うん、で、スピードも一番速いと。何キロって押して。ああ、これ一番早いね、とか、その速さを競ったりとか、うん、いうことに言ってるわけですね。という話に長かったけど、すごく昨日寝れなかったって話。あれを考えたら。ありがとうございます。面白くないですか？いや、面白いです。今日面白かったけどな、僕はね、今年になってからちょっと変ですか？なんか。その、なんていうか、しつこいって思うから、いいかもね。いやいやいや。何言ってんだ、この人って思ってる。二回連続してね。いや、普通の人考えない視点だなっていう。今聞いて、あっと思ったでしょ。でも、はい、絶対どこにも発表されてないから、いろいろ見てんだけど、その発表ないのよ。うん。だから、もし新聞をやってたとしたら、新聞にお正月だけとか発表してるよね。あれはいいか、みたいな。コーラコラムがあってさ、うん、あの、西本投手みたいな、やってるような、うん、西本投手が、元投手がやってたみたいなコラムのとこで書いてるわけよ。あれ、あれというのは正解なのかみたいな。研究の結果、あれは成立しないみたいな。素晴らしい優勝だけどっていうことになる。ということですね。はい、持ってないし、やらないですけど。じゃあ少しちょっと今永選手の。今永ちょっとね、ごめんなさい。今永選手の話に戻って、はい。そうでしたね。はい。今永選手なんですけど、うん、シカゴピザを体操を気に入ったことも。シカゴピザ、はい、ピザ、はい、ああ、もうね、シカゴ一回だけ行ったことあります。余計な話になるけど、はい、ピザはそこ食べてない。シカゴは、あの、湖がありましてね、すごく綺麗な、素晴らしい街なんですよ、シカゴって。本当に綺麗な街でした。だけど、ピザは食べてません。そのシカゴピザっていうのが、パイのような感じになっているピザなんですけど。はい。まあ、それを気に入ったのも、一個の理由だったっていうふうに。後付けじゃないのじゃない。本当、それはもうシカゴピザも多分有名でしょうけど、ドジャースドッグも有名ですよ。ドジャースのホットドッグでっかいんですよ。うん、ソーセージが。それ知ってます？知らない。有名ですよ。ドジャースドッグ。それは食べたことあります。あ、それは。はい。シカゴピザはない。はい。シカゴのなんか思い出とかあります？シカゴはですね、ニューヨークから乗り換えでちょっとシカゴに寄って、なんで寄ったんだっけな、野球。多分野球博物館かなんか見たときにシカゴを寄ったんですよ。一回シカゴを見てみたいと思ったんですね。うん、で、シカゴの街っていうのは、昔はあんまり治安が良くなかったんですけど、最近は非常に治安が良くて、ホテル泊まったらそこから湖がこう、綺麗な湖見えるんですよ。まあ、風のちょっと強いところでそういうところなんで、非常に綺麗な街でしたね。その印象がすごく強いですね。そこだけです。食べに行かなかったと思うんですね。ホテルの中で食べたと思うんですよね。ピザは食べてないと惜しかったですね。食べとけばね。味言えたんだけど。やっぱり食べとかなきゃダメですね。そのシカゴピザって今初めて聞きました。
なんか名物みたいですね。で、今永選手はカブスでは先発の 2,3 番手あたりになるんじゃないかというふうに見られているんですけども、まあ、この今永選手の活躍をまあどう期待しているかっていうところ、まあ、ストレートは彼は日本の中ではまあまあ早い部類に入りますけど、メジャーに行くとそんなに早く、まあ僕はそうだったんですよ、多分そういうに感じると思いますけど、あんまり早い方に入らないので、きっとボールも軽いので、そこの辺は悩みどころになると思いますね。ただまあコントロールっていうか、スライダーのコントロールとか、あとチェンジアップがあったりするので、それが非常に有効になると思いますので、そっちのボールを少し増やしていくと思いますね。日本で投げているよりも、スライダーとかチェンジアップの割合をすごく増やしていって、ストレートはたまに見せるっていう投球に変わっていくので、ちょっと向こうで投げているのを、お好きな方は、日本人対決を向こうで見てね、舞台変わって見ると、ちょっと統合変わったなって多分思うようになるんじゃないかと思いますけど。はい。まあそれが一番いいと思いますけど、あまりストレートにこだわっていくと、難しいと思いますけどね。まあ、ストレート中心だからっていうことを言う方も、間違いではないですけど、ストレート中心に組み立てていくというのはちょっと厳しいかもしれませんね。どれぐらい活躍できるかとか、その辺はどうですか？まあ、これはね、いつも言うんですけど、100球で交代なのでね、100球っていうと、彼も球数多い方ですから、多分5回から4回が終わりになっちゃうと思うんですよ。だから、球数減らして5回までどうやって100球で終わすかっていうところを考えるっていうことになっていくと思いますね。だから勝ち星はもう、味方がどんだけ打つかによって変わってくるので、もう日本の場合はだいたい7回ぐらい投げられますから、だいたい勝ち負けだいたいついていくんで、このピッチャーだいたい何勝するかってわかるんですけど、向こう5回なんで、わかんないんですよ。何勝ぐらいって言っても、いやー、これは本当難しいですね。勝ち星だけは。ないですか？最初の話からどうですか？面白くなかったですか？いや、覚えてよかったです。気がついてました、そのあれ。まあ、なんだろう、全部の打席にフォアボールっていうのがなかなか考えられないところがあったので、そこまで頭にいってなかったんですけど、確かに言われてみればその通りだなと思うし、新たにその全部フォアボールによる成績がどんなものかっていう相対的な評価は新たな指標としてね、なんかできるんじゃないかなと思うんですよね、もしそういうふうな状況になった時、まあ、記憶ない話なんだけどね、500打席も全部フォアボールなんてことないけど、でもそういうことってやっぱり究極にこうね、研究されてる方はそういう研究するわけじゃないですか。絶対ないってことはないという過程で研究するわけだもんね。だから、昨日ふと思ったんですよ。あれ？と思ったわけ。本当に。それじゃないけど、本当そう思ったんです。加計さんは、でも、あれですよね。打率を上げるためにフォアボール数を増やすっていうような言い方を。うん、それはあるんですよ、はい。彼の言ってるフォアボールを増やすっていうのは、ボールを打たないっていう選択になってくるので、非常に自分のストライクゾーンが分かって、ボールを打たなければフォアボール増えるっていう考え方ですね。ピッチャーはまあギリギリ投げようとしますから。それで打率上げるためにはそういうフォアボールを選ぶっていう言い方になっていると思います。鳥谷選手はあれですね、メジャーに行くのを考えたときに出塁率を上げる必要がどうしてもあって、うん、だからフォアボールを増やしたみたいなことは言ってたと思うんですけど。はいはい。だけどまあ、日本にいるとフォアボールを選べるんだけど、向こう行くとそれ受け入れられないから、フォアボール選びましたなんて全然、いや、すげえフォアボール選んだって言われないからね。早く打てって言われるから。初球から打ってけって言われるはずですから。はい。だから向こうみんなボール落とすんですからね。初球から打ってくるから、ツーシームってボール全部落としてくる。それを打ってくれたら内野ゴロになるっていう投げ方をするわけで。いかに球数減らすかっていうボールの投げ方をしますから。向こうはだからフォアボール選んだからって言って、自分のポイントにならないので。評価が、日本みたいに、いや、フォアボール選んだぞ、いいぞ、いいぞってならないんですよ。メジャーはみんな自分で打って成績を上げないとダメなので、次に回すという考え方はない。ないんですね。ないって言ったらおかしいけど、そういうものじゃないんですね。野球って自分投げてたボールを自分で打っていくっていう、そういう考え方なので、本当に稀ですよね。ランナー一塁にいて、ノーアウト一塁、一、二時間で打ってランナーにセカンドにしときました、みたいな。日本でよーみたいな、ハイタッチみたいにしてるけど、メジャーだとないですよね。多分ね、それは。ヒット打ってこいよ、みたいな。なるんじゃないかと思いますけどね。